本編だよ。おっと、オープニングないんですね。第11話の小読みナッシングと第12話小読みデッドはね、お姉ちゃんとガエンさんはテレビシリーズでメインを張ったことがなかったからテーマソングがないんだよ。なるほど、そういう事情ですか。お姉ちゃんのオープニング映像とか見てみたくなくもなかったけれどね。まあまたいずれそういう機会もあるだろう。ですかね。アララギハーレムの一員になれるかどうかは厳正な審査がありますが。あるんだ審査。組織自体があるかどうかも怪しいのに。初期面として私が審査するんですよ。小野々木さん、あなたは合格です。合格と言われて不合格と言われた気分になることなんてそうそうないよね。まあ誰よりも失格なのは鬼のお兄ちゃんだと思うけれど。人間失格ですか。人間失格という言葉がもう笑えないけれどね。この小読みナッシングの時点での鬼のお兄ちゃんは吸血鬼化をかろうして抑え込んでいるような状態なんだから、戦国なでこの件が解決してむやみやたらと吸血鬼化する必要がなくなったとはいえ、問題を先送りしただけにも等しいから。受験も刻一刻と近づいてきている感じなんですよね。センターを終えて本番の方。それが不幸中の幸いという見方もできる。目の前のことしか目に入らない鬼のお兄ちゃんは鼻先に人参がぶら下げられたがごとく今は受験に集中しているから目立った行動を控えているところがある。それがカエンさんが受験日当日まで鬼のお兄ちゃんへの対処を留保していた理由でもある。留保ですか。しかし受験に集中している割には影縫さんでしたか、この方とスパーリングに興じてらっしゃったようですけれど。これは気分転換みたいな意味合いもあったんじゃないのかな。お姉ちゃんに稽古をつけてもらおうなんて、もしも大真面目に考えていたんだとしたらどうかしているとしか思えないよ。どうかしてはいるんでしょうが、荒良木さんもさすがにこの頃には限界が来ているでしょう。戦国さんのことが一件落着したとは言っても大団円ではなかったわけですし、それだって詐欺師さんが間に入ってくれていなかったらどうなっていたかわからなかったわけでしょうし、そこに加えて月物語での件もあったわけでしょ。まあ忘れちゃいけないよね。鬼のお兄ちゃんも春休みから結構頑張ってきたけれど、まだ18歳の男の子なんだよね。なんでそんないい女風のセリフを、童女なのに。小読み物語を見ていても4月からこの2月にかけてもうだんだんナレーションの内容にも疲れが見えてきているもんね。憔悴してると言っていいよ。どうしても雰囲気は暗くなりますよね。4月や5月のナレーションはクールというかシニカルな調子もありましたけれど、年末年始あたりはなんというか定年まで入ってきていますものね。あんまり悟った風になられても困るんだけれどね。だから僕が刺激を与えてあげたりもする。終わり物語中間のエンディングで厳しいことを言ってあげた。道女に説教される18歳の男の子というのも対処に困るところはありますね。そういう役回りが多いんだよ。月物語の時もそうだったし、あと迷い姉さんを失って落ち込んでいた時は顔を足で踏んであげたりもしたね。私を失って落ち込んでいる荒々木さんの顔を足で踏んであげることに一体どのような意味があったというのですか。意味はちゃんとあったんだけれど、まあそれをここで語るのはやめておこうか。今は本編について語らなきゃね。とはいえ小読みナッシングと小読みデッドは終わり物語下巻に向けた序章という風合いも強いから、迂闊なことを言うとネタバレになってしまうという危険性もあるんだよね。でしたね。ミステリー形式を崩しているんですよね。一応この小読みナッシングについてだけ言うならミステリー形式は維持されているのかな。アララギカレンが探偵役を務めたという形で。カレンさんって戦国さんよりも探偵に向いていない気がしますが、頭を使うよりも腕力を使うタイプでしょう。何せファイアーシスターズの実戦担当だからね。今回はそれなりに頭を使っていたみたいだけれど、それは腕力者同士、僕のお姉ちゃんと通じ合ったという感じだしね。ですよね。その意味じゃカレンさんに相談した荒良木さんは人を見る目に長けています。ただし探偵にもいろんなタイプがいるから、必ずしも荒良木カレンが探偵に不向きかというとそうでもない。探偵にもいろんなタイプがいるし、名探偵にもいろんなタイプがいる。腕力や暴力で事件を解決する探偵だって枚挙にいたまわないよ。実際名探偵の代表格であるところのシャーロック・ホームズ氏は馬律の使い手だからね。馬律、日本の格闘技ですね。頭がいいだけじゃ
探偵は務まらないということかもしれない。何せ犯罪者と対峙するんだから、自衛ができる程度の探偵術は身につけていないとお話にならない。それはそうですね、言えてます。同様に一口にミステリーといっても様々な様式があるからね。密室だけがミステリーじゃない。日常の謎もその一つだし、社会派だったり刑事物だったり、歴史ミステリーやコージーミステリーなんてのもあるからね。荒木カレンの場合はハードボイルドあたりが似合うかもしれない。ハードボイルドですか。しかしハードボイルド探偵を務めるにしては、あの方には炎のように熱いイメージがありますが。固ゆで卵を作ろうと思えば熱い炎は不可欠だろう。荒木さんが影縫さんから聞き出そうとしていた小野木さんの出生の秘密とか、小野木さんと影縫さんの関係性とかについては本編でも明かされていないわけですし、副音声では触れない方がいいんですよね。そうだね。まあそれは本編っていうか本筋に無関係なことだから、副音声で明かしちゃってもいいとも思うし、僕にこだわりがあるわけでもないけれど、お姉ちゃんが隠したことを僕が明かすわけにもいかないかな。差し当たり永遠のミステリーということにしておこう。それもまたいつか機会があるかもしれないといったところでしょうかね。その前にまずは鬼のお兄ちゃんの件に型をつけないことにはニッチもサッチもいかないというのはあるよ。鬼のお兄ちゃんも本当妹と一緒にお風呂に入っている場合じゃないんだよ。あれはさすがにイメージ画像でしょう。ただ今回のお風呂はイメージ映像だったとしても、月物語ではガチで妹と一緒にお風呂に入っていたからね。どんな気候ですか。精神的に追い詰められすぎですよ。まああれは荒木月日の方も悪い。あいつは精神的に追い詰められているわけじゃないのに、どうしてあんな気候に走るのか意味不明だよ。月日さんが暴走気味のキャラクターのせいで、相対的にカレンさんがまともに見えるというのはあるかもしれませんね。この方だってお兄ちゃんの頭の上におっぱいを置いたり、結構なんていうかやることはやってらっしゃるんですけれどね。気候というならそれは偽物語の時のエピソードだけれど、自分のポニーテールを鍵で引きちぎったのは物語シリーズの中でもえりすぐりともいえる相当の気候だと思うよ。ありましたね。見る限り2月の時点ではそのポニーテールもある程度復活したようですが。荒木月日はヘアスタイルをコロコロ変えるのが恒例だったけれど、いつからか伸ばしっぱなしにしているんだよね。願掛けなんだったっけな。願掛けですか。ははー、あの方でも何かを願ったり祈ったりするんですね。自分の髪型を変えられないストレスからなのか、お人形である僕のヘアスタイルをお団子にしてくれたりしていたけれどね。着物を着せられたりもしていましたね。まあそこは文句を言うほどでもないや、僕もなかなかできないイメージチェンジができて楽しかったと言っておこう。そうですね、そこは私も羨ましく思います。私なんて幽霊ですから、なかなかイメージチェンジもキャラ変もできないんですよね。髪型もファッションもガラリとは変えられません。唯一大規模な変革が行われたのは歌舞伎物語で大人バージョンの私が登場した際ですか。あれはガラリと変わっていたね。当然だけれど、まあ別世界の迷い姉さんとはいえ、なんだかかっこいい感じのお姉さんに慣れていてよかったね。引き換えに世界が滅んでいますから何とも言えませんが、さすがに世界を滅ぼしてまでかっこいい感じのお姉さんになろうとは思いませんし。それも本来は歌舞伎物語の副音声で語るべきことだから、ここで掘り下げたりはしないけれど、やっぱりそういうパラレルワールドを覗き見てみると、鬼のお兄ちゃんのやってることって相当に紙一重なんだよね。ワンミスが世界崩壊につながるような。劇場版傷物語だって見ていてハラハラしますものね。一手でもミスすればそれが人類の滅亡に直結するような。荒木さんもそうですけれど、それだけキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードの存在感が異常だということなんでしょうかね。その存在感は本来なら18歳の男の子の手には余るよね。当時は17歳の男の子だったわけだし。うわあ、当時17歳ですか。そう考えるとそんな荒木さんに全てを付託した推しのめめさんは無謀ですよね。それが推しののお兄ちゃんのバランスの取り方だからね。バランスの取り方であり責任の取らせ方なのさ。おっと、そろそろ終わりますよ。小読みナッシング、小読みレッドに続くよ。エンディングだよ。これまで通りのテンションでエンディングに導入してくれていますけれど、しかしよろしいんですか。うん、
よろしいんですかって何が？ほら、あなたのお姉ちゃんが、つまりあなたのご主人様が行方不明になっていますけれど。まあこんなことを言うと本編が盛り下がっちゃうかもしれないけれど、僕からしてみればよくあることだからね。お姉ちゃんがどっかに行っちゃうことくらい。しかし小野の木さんを置いて失踪するというのは珍しいことなのでは？どうだろうね。お姉ちゃんは僕を移動手段として見ているところがあるから、自転車で買い物に来たのを忘れて歩いて帰っちゃったみたいなものだね。はは、わかるようなわからないような比喩ですね。ただこの場合着目すべきは、専門家である忍野のお兄ちゃんも怪奇のお兄ちゃんも同様に行方不明になっているということだよ。岩塩さんにとって直系の後輩ともいえる3名が姿を消している。これは由々しき事態かもしれない。だから岩塩さんが自ら動いたわけですね。重い腰を上げて。いや、専門家の元締めという言葉が持つイメージほどあの人重鎮ではないよ。鬼物語の時だって、終わり物語中間の時だって割とアグレッシブに活動していたでしょ。そしてこの次の暦デッドでもね。まあ格好からしてかなり軽そうな方ではありますよね。ミステリー形式は維持されているのかな。荒木カレンが探偵役を務めたという形で。カレンさんって戦国さんよりも探偵に向いていない気がしますが、頭を使うよりも腕力を使うタイプでしょう。何せファイアーシスターズの実戦担当だからね。今回はそれなりに頭を使っていたみたいだけれど、それは腕力者同士、僕のお姉ちゃんと通じ合ったという感じだしね。ですよね。その意味じゃカレンさんに相談した荒木さんは人を見る目に長けています。ただし探偵にもいろんなタイプがいるから、必ずしも荒木カレンが探偵に不向きかというとそうでもない。探偵にもいろんなタイプがいるし、名探偵にもいろんなタイプがいる。腕力や暴力で事件を解決する探偵だって枚挙にいたまわないよ。実際名探偵の代表格であるところのシャーロック・ホームズ氏は馬律の使い手だからね。馬律、日本の格闘技ですね。頭がいいだけじゃ探偵は務まらないということかもしれない。何せ犯罪者と対峙するんだから、自衛ができる程度の探偵術は身につけていないとお話にならない。それはそうですね、言えてます。同様に一口にミステリーといっても様々な様式があるからね。密室だけがミステリーじゃない。日常の謎もその一つだし、社会派だったり刑事物だったり、歴史ミステリーやコージーミステリーなんてのもあるからね。荒木カレンの場合はハードボイルドあたりが似合うかもしれない。ハードボイルドですか。しかしハードボイルド探偵を務めるにしては、あの方には炎のように熱いイメージがありますが。固ゆで卵を作ろうと思えば熱い炎は不可欠だろう。荒木さんが影縫いさんから聞き出そうとしていた小野の木さんの出生の秘密とか、小野の木さんと影縫いさんの関係性とかについては本編でも明かされていないわけですし、副音声では触れない方がいいんですよね。そうだね。まあそれは本編っていうか本筋に無関係なことだから、副音声で明かしちゃってもいいとも思うし、僕にこだわりがあるわけでもないけれど、お姉ちゃんが隠したことを僕が明かすわけにもいかないかな。差し当たり永遠のミステリーということにしておこう。それもまたいつか機会があるかもしれないといったところでしょうかね。その前にまずは鬼のお兄ちゃんの件に型をつけないことにはニッチもサッチもいかないというのはあるよ。鬼のお兄ちゃんも本当妹と一緒にお風呂に入っている場合じゃないんだよ。あれはさすがにイメージ画像でしょう。ただ今回のお風呂はイメージ映像だったとしても、月物語ではガチで妹と一緒にお風呂に入っていたからね。どんな気候ですか。精神的に追い詰められすぎですよ。まああれは荒木月日の方も悪い。あいつは精神的に追い詰められているわけじゃないのに、どうしてあんな気候に走るのか意味不明だよ。ハードボイルドですか。しかしハードボイルド探偵を務めるにしては、あの方には炎のように熱いイメージがありますが。固ゆで卵を作ろうと思えば熱い炎は不可欠だろう。荒木さんが影縫いさんから聞き出そうとしていた小野の木さんの出生の秘密とか、小野の木さんと影縫いさんの関係性とかについては本編でも明かされていないわけですし、副音声では触れない方がいいんですよね。そうだね。まあそれは本編っていうか本筋に無関係なことだから、副音声で明かしちゃってもいいとも思うし、
僕にこだわりがあるわけでもないけれど、お姉ちゃんが隠したことを僕が明かすわけにもいかないかな。差し当たり永遠のミステリーということにしておこう。それもまたいつか機会があるかもしれないといったところでしょうかね。その前にマスは鬼のお兄ちゃんの件に型をつけないことにはニッチもサッチもいかないというのはあるよ。鬼のお兄ちゃんも本当妹と一緒にお風呂に入っている場合じゃないんだよ。あれはさすがにイメージ画像でしょう。ただ今回のお風呂はイメージ映像だったとしても、月物語ではガチで妹と一緒にお風呂に入っていたからね。どんな気候ですか。精神的に追い詰められすぎですよ。まああれは荒良月日の方も悪い。あいつは精神的に追い詰められているわけじゃないのに、どうしてあんな気候に走るのか意味不明だよ。月日さんが暴走気味のキャラクターのせいで、相対的にカレンさんがまともに見えるというのはあるかもしれませんね。この方だってお兄ちゃんの頭の上におっぱいを置いたり、結構なんていうかやることはやってらっしゃるんですけれどね。気候というならそれは偽物語の時のエピソードだけれど、自分のポニーテールを鍵で引きちぎったのは物語シリーズの中でもえりすぐりとも言える相当の気候だと思うよ。ありましたね。見る限り2月の時点ではそのポニーテールもある程度復活したようですが。荒良月日はヘアスタイルをコロコロ変えるのが恒例だったけれど、いつからか伸ばしっぱなしにしているんだよね。願掛けなんだったっけな。願掛けですか。ははあ、あの方でも何かを願ったり祈ったりするんですね。自分の髪型を変えられないストレスからなのか、お人形である僕のヘアスタイルをお団子にしてくれたりしていたけれどね。着物を着せられたりもしていましたね。まあそこは文句を言うほどでもないや、僕もなかなかできないイメージチェンジができて楽しかったと言っておこう。そうですね、そこは私も羨ましく思います。私なんて幽霊ですから、なかなかイメージチェンジもキャラ変もできないんですよね。髪型もファッションもガラリとは変えられません。唯一大規模の変革が行われたのは歌舞伎物語で大人バージョンの私が登場した際ですか。あれはガラリと変わっていたね。当然だけれど、まあ別世界の迷い姉さんとはいえ、なんだかかっこいいの時のエピソードだけれど、自分のポニーテールを鍵で引きちぎったのは物語シリーズの中でもえりすぐりとも言える相当の気候だと思うよ。ありましたね。見る限り2月の時点ではそのポニーテールもある程度復活したようですが。荒良月日はヘアスタイルをコロコロ変えるのが恒例だったけれど、いつからか伸ばしっぱなしにしているんだよね。願掛けなんだったっけな。願掛けですか。ははあ、あの方でも何かを願ったり祈ったりするんですね。自分の髪型を変えられないストレスからなのか、お人形である僕のヘアスタイルをお団子にしてくれたりしていたけれどね。着物を着せられたりもしていましたね。まあそこは文句を言うほどでもないや、僕もなかなかできないイメージチェンジができて楽しかったと言っておこう。そうですね、そこは私も羨ましく思います。私なんて幽霊ですから、なかなかイメージチェンジもキャラ変もできないんですよね。髪型もファッションもガラリとは変えられません。唯一大規模の変革が行われたのは歌舞伎物語で大人バージョンの私が登場した際ですか。あれはガラリと変わっていたね。当然だけれど、まあ別世界の迷い姉さんとはいえ、なんだかかっこいい感じのお姉さんに慣れていてよかったね。引き換えに世界が滅んでいますから何とも言えませんが、さすがに世界を滅ぼしてまでかっこいい感じのお姉さんになろうとは思いませんし。それも本来は歌舞伎物語の副音声で語るべきことだから、ここで掘り下げたりはしないけれど、やっぱりそういうパラレルワールドを覗き見てみると、鬼のお兄ちゃんのやってることって相当に紙一重なんだよね。ワンミスが世界崩壊につながるような。劇場版傷物語だって見ていてハラハラしますものね。一手でもミスすればそれが人類の滅亡に直結するような。荒良さんもそうですけれど、それだけキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードの存在感が異常だということなんでしょうかね。その存在感は本来なら18歳の男の子の手には余るよね。当時は17歳の男の子だったわけだし。うわあ、当時17歳ですか。そう考えるとそんな荒良さんに全てを付託した推しのめめさんは無謀ですよね。それが推しののお兄ちゃんのバランスの取り方だからね。バランスの取り方であり責任の取らせ方なのさ。おっと、そろそろ終わりますよ、こよみナッシング。こよみデッドに続くよ。
エンディングだよ。これまで通りのテンションでエンディングに導入してくれていますけれど、しかしよろしいんですか？ん？よろしいんですかって何が？ほら、あなたのお姉ちゃんが、つまりあなたのご主人様が行方不明になっていますけれど。まあこんなことを言うと本編が盛り下がっちゃうかもしれないけれど、僕からしてみればよくあることだからね。お姉ちゃんがどっかに行っちゃうこと。